ジョゼフ・リュービル・リュービルの定理は、誘拐な正関数は、定数関数に限るということを主張する。複素解析の定理である、ジョゼフ・リュービルにちなむ。正関数とは、複素平面全体において正則な関数を言う。誘拐であるとは、ある実定数 M が存在して、任意の複素数 Z に対して FM となることを言う。F を正関数で、M を 定数、任意の zc に対して fm とする。f を原点を中心に、テーラー展開する、f イコール n イコール 0a n zn、ディスプラスタイル、f イコールスム、n イコール0、インフティ a、n z ハット、n。コーシーの積分公式により、an イコール fn イコール1パ π i c r f ゼータ n 1 d ゼータ、ディスプラスタイル a、n イコール、フラック、f ハット。 n イコールフラック1パ π i イント c r フラック f ゼータハット n プラス1 d ゼータである。ただし ,cr は原点を中心とする半径 r0 の円である。仮定により fm であるから a n 1 2 π c r f ゼータ n 1 d ゼータ1 2 π 0 2 π m r n 1 r d c タイコール m r n ディスプラスタイル a n レック、フラック ,1, 2 π イント、c,r, フラック f ゼータ、n プラス1 d ゼータレック、フラック ,1, パ π,int,a, パ π, int 2 π フラック m r ハット、n プラス1 r d c タイコールフラッグ、m r ハット、n である。r は任意であるから、n1 の時 r として、i イコール ,0 を得る。 以下の記事にリュービルの定理を適用する例がある。リュービルの定理が応用される例として、大数学の基本定理の証明がある。P を定数関数ではない、複素係数の多項式とする。任意の ZC に対し、P 例とすると、F イコール1、P は、有界な正関数となる。したがって、リュービルの定理により、P は、定数関数となり、仮定に矛盾する。リュービルの定理は、 複素バナッハ空間の誘拐線形作用素のスペクトル集合が空集合でないことを示すのに適用される。X を A でない複素バナッハ空間とし、A を X 上の誘拐線形作用素とすると、そのスペクトル集合シグマは空ではない。実際、シグマイコールとすると補集合であるレゾルベント集合論は C 全体となる。この時、すべてのラムダ C に対して、 レゾルベント作用素 R は、ラムダについて作用素ノルムでの極限の意味で生息となる。よって、任意の XX と FX に対し、FX は C 以上の有界な正関数となる。リュービルの定理より、これは定数関数であり、さらには0となる。したがって、X イコール0となり、矛盾する。このリュービルの定理を用いた証明は、イズライル・ゲルファントによって、 与えられた、ありがとうございます。